普段何気なく食べているお菓子、このお菓子の袋にも東進の巻き取る技術が利用されているのです。お客様のものづくりに貢献するものづくり、東進は切る巻くの可能性を追求した産業用機械を提供する完成機メーカーです。東進の主力製品はスリッターとリワインダーです。スリッターとはロール状の材料を一定の幅に切断し巻き取る機械です。東進ではスリット幅5ミリから対応しています。リワインダーとは一旦巻き取った素材に再度加工を施し再び巻き取る機械です。多くは検査カメラを搭載した検査機として使用されています。これらの製品は普段あまり目にすることはありませんが、冒頭のお菓子の包装のように実は様々な分野の製品を作る工場で活躍しています。粘着テープやラップフィルム、マスクなどに用いられる不織布、医療信じ、タブレットや電気自動車に使用されるリチウムイオン電池など、私たちの生活に欠かせないものを作る工場で使われています。東進の技術は幅広い分野のものづくりを通じて暮らしのさまざまなシーンに息づき社会に貢献しているのです。東進の始まりは1950年、創業者の佐波和夫が開いたパールアクセサリー加工機の製作と各種機械修理を請け負う小さな機械製作工場でした。腕のいい技師だった創業者佐波和夫はほどなくして自社製品作りを志し、1955年にスリッターの製造に着手。試行錯誤しながら製品の品質を磨き、今日の東進の礎を築きました。それ以来自社一貫生産の強みを生かして時代の変化やお客様のニーズに応え、絶えず新しい製品を生み出し進化を続けています。スリッターやリワインダーは製造業において縁の下の力持ちのような存在。東進はその専門メーカーとして技術力や対応力を培ってきました。最大の特徴はお客様と共に製品の構想段階から参画し、開発設計、製造、設置、アフターフォローまで一気通貫で手掛けていること。常にお客様に寄り添い付加価値の高い製品サービスを提供しています。オーダーメイドで機械1台丸と設計者1人に任せてもらえるということで、自分より大きな機械を担当させてもらえることに魅力を感じて東進に興味を持ちました。設計だけの会社と違って、うちの会社は製造のすぐ横にいて、同じ社員として働いているので、特に新入社員のうちはあんまり出来の良くない設計をしちゃうことが多いので、そういった時には図面を出す前に製造の人たちを呼ん で製造の人たちと一緒に図面をもとに打ち合わせをして、製造の人たちがこの図面だとここが組みづらいからここは直したとか、これだと過去に失敗したことがあるからここは図面に反映させてくれといったことを製造側から教えてくれるので、デスクワークだけだとものづくりの本当の現場のことがわからないんですけども、そういったことも当時だと製造側から声を上げてもらえるので一緒になって勉強していけるかな。
課長になります。トムスンという会社様の、製造業の中で、営業設計、そして、勾配加工組み立てと、一貫して、装置を作っている会社でメーカーとしてやってましたので、そこはすごいやっぱり魅力的でした。特殊な機械になってくると、やっぱり世界に1台しかない機械が、多くあるという話で、そういった機械を自分も携わったいなと思いました。今はずっと入社して組み立てチームっていうことでやってるので、一つ一つの部品を組み上げてって、一人で一台まるっと機械を作れたりもするので、最近会社で取り組んでる、ダントツリワインダーっていうことで MR っていうのを作ってるんですけど、それも先週ちょうど本当にまるっと一人でフレームというか、もう枠組みから一台完成させてっていうのも、本当にゼロからというか一から機械をまるっと作ってます。多分多くの有名なメーカーさんなんか、メーカーさんというか、その製造業って言われるところも、結局でも作ってるのは小さな部品とかっていうのが多いんですよ。よくあるのはその、車、うちは車関係の下請けです、トップシェアですって言うんですけど、やっぱりそのトップシェアっていうのは、じゃあ例えば窓枠とか、そのエンジンの中のなんとかっていう部品のトップシェアっていうだけで、結構そういう意味ではうちは本当に機械をまるっと1台で作れる、やっぱりそういうのに楽しみを見出せる人は向いてると思います。東進はお客様のものづくりパートナーとして、品質やコストパフォーマンスといった産業用機械に求められる恒久的な課題に挑戦し続けるとともに、将来の事業を見据えた研究開発にも意欲的に取り組んでいます。その成果の一つが、独自機構を採用したフリクションシャフト、タフ。その特徴は、薄い、厚い、伸びやすい材料の巻き取りにおいても安定した品質を発揮する業界最大クラスの張力レンジ。メンテナンスの周期を従来比3倍に長期化することを可能にした優れた耐久性。幅19ミリ、25ミリ、38ミリの3種類と、特殊スリッター用の 9.5 ミリ幅を揃えた豊富なモジュールラインナップ。スリッターの巻き取り品質や汎用性、メンテナンス性を飛躍的に向上させたこのタフは、東進の代名詞として現在スリッター全機種に標準装備しています。こうした東進ならではのものづくりを支えているのが、東進の人材力です。多彩な考え方や能力を持つ人材が一人一人の力を発揮し、日々より良いものづくりに向けて尽力しています。今は子供産んで休みに入る前とは、仕事 その、量的には減らしてもらってるとは思うんですけど、それは本当に助かってて、実際もう子供が熱出したとか病気になったってなったら、もう本当に1週間丸々休むことも去年は多くて、本当に申し訳ないなって感じだったんですけど、そういう周りの方々のフォローもあって、今なんとかできてる状態なので、本当にそれは助かってます。私も実際結婚して出産して、本当にもう大変だなって思うことありますけど、でもなんか言ったら一緒に考えてくれる職場なので、そこはもう不安に思わずに、全然女性でもこうやって長く働けるんだよっていうことを知ってほしいですね。うちの製品を信じてくれれば間違いありませんっていうような感じにしたいです。技術力とか開発力がトップクラスの企業であるとともに、
日本一のホワイト企業にしたいっていう社員のことを一番よく考えている会社の両方が達成したい。世界中の人々の暮らしをもっと快適で便利にしたい、そんな願いを胸に、さまざまな分野で東進の技術を活用していただくこと、そして高付加価値なものづくりを通じてお客様のものづくりに貢献することを目指し、東進はこれまで以上にスピード感を持って挑戦と進化を続けていきます。挑戦と進化こそが未来を切り開くエネルギーとなることを信じて、人間力と技術力を生かし、東進だからこそ実現できるものづくりを。